2021年1月11日です。この動画は2年後の2023年1月11日に公開されるように設定しています。今日は娘の成人式で、成人式自体には行かないんですけど、お友達と一緒に大濠公園で写真を撮るということで、僕の知り合いのカメラマン松山さんをちょっとお声かけさせてもらって写真撮ってもらおうと思ってます。天気は曇りかな。あんまりいい天気じゃないです。ちょっとね、じゃあ背中を少し反っていきましょう。ありがとう。そうありがとう。素敵。出たバッチリだ。出た。ありがとう。手元がちょっとあやふやだよ。ちょっとわからなくなった。今こう重ねてこう置くだけで大丈夫。はい。そう。はい、そう。はいはい、行くでーイエーイそう、それいいね、それいいよーもらったーそれなぜちゃん、もうちょっと体が、はい、そんなもうちょっと真ん中の方、そう足がはい、近づけすぎると着物が見えなくなるから、そうもうちょっとこっち、ちょっとセンター、線がある、そうセンター、はい行くでー、そう、そのまま、はい、バッチリなんかすごい決まってる。いい感じ。そのまま行くよ。はい、せーの、イエーイ。おいそう、グッド。なんかすごい着物のなんかカタログみたい。なんか。もちろん。いいよ。ムービーガーとかに行ったら可能だ。な、疲れたの？
行かんねんね。そうなの？個別でやってたらいいやん、うん、いやいや、橋本任せる。これゆき、これにパパもかぶ、ぬーがぶってマスマスしちゃうじゃん。お父さん火つける？いやいや。じゃあ朗読は立てないよ。火つけるから。うん。ますます繁盛。ここ。火、うん、なところに。あ、マサトの隣にすれば。はい、以上で。お持ち帰りのお餅はございませんか？欲しい。なんか、腰あんのみになっております。申し訳ございません。腰あんで、こう。ここ1個からでも大丈夫です。ああ、そうなんですね。はい、で、5個を1つと。5個を1つ。3個。はい、5個と3個。別々で、はい、はい、はい、以上でよろしかったですか？はい、うまっ。おー、ぜんざい。ほのかにか、か、こうかか、弱い弱い餅とお抹茶、抹茶ソップ、うん、パンツですね。お皿は白飯用のトリザラにお使いください。今のキャンプの中入って喋れるのが一番いいんで、足りないよね。どうわかんないけどね、その辺の。2時間向こうで加熱してますので、乗せられて2、3分ぐらい経ったら開けてください。上ロースとかがりですね。ちょっと注文以上になります。
ということで、今日はなんだっけ、成人式でした。いつもの普通の成人式だと、成人式に出席して友達同士で飲んだりするんでしょうけど、このパンデミックの中の成人式はそうではなくて、友達とは飲みに行かず家族と過ごすみたいな、そういうのが主流だったんじゃないでしょうか。とてもいいことだと思います。ですね、このビデオも毎日撮ってますけど、2年後公開されるビデオですね。2年後の成人式は普通の成人式に戻ってればいいなと思う一方、やっぱり今回のような家族で祝う成人式というのもすごく良かったので、もし今のパンデミック、コロナ禍というものが終わっても成人式は家族で祝うというのを継続できたらいいなと、素晴らしいなと思います。